おはようございます。沖縄ばばです。はい。ミキちゃんがコロンとしてますよ。はい。かわいいですね。はい。今日まず第一弾はですね。えー、ある動画のご紹介です。まず最初に、えォックスこれフォックスニュースですね。えォ、ー、FOX ニュースで流れた、ワックワックの人たちですね。ワックワックした。もう、これ最初の頃ですね。に、えー、今年の1月と言ってました。 はい。今年の1月にワックワックを受けたね、雨の国の人たちですね。その人たちが、あの、あのどうなってしまったのか。はいあ。全員ではないですけどね、何人かのイン,インタビューです、えー。この人たち別にね、お星様にはなったりしなかったんですけど、その代わり、えー、かなりの障害が残ってしまったということですね。で、面白いのは、 これ、フォックスが、あの、流してるらしいんですけど、えー、これをね、この映像を見ている、えー、政府の人たちがいるんですよ、前に。はい。この人たちはワクワクしてないんだし、し,してないんだろうなと思って、ワクワクしてないんでしょうねと思いました。はい。えー、まあね、えー、この、なんていうのかな。あー動画をね、流してる、あのー、家境の方ですね。 はい、この佳境の方は、もうね、科学的な根拠とか、なんかそういうものをたくさん言っても、おまあね、<laughs> ワクワクしちゃう人はもうワクワクしちゃうんで、もうなんとか他にね、方法ないかなって考えたら、えー、このフォックスのね、この映像のニュースをね、見たので、これをちょっと、まあ、一応ね、流してみて、あの、考え直す機会にしてもらえればいいということを言ってました。で、えー、あれですね、あの、フォックスニュースの中で言われているのは、大体の人がね、あれですね、あのー、後遺症としては、 痙攣ですね。けいあの、パーキンソン症候群みたいな感じになってしまいました。かなりね、若い人たちですね、これね。はい、若い人たちがね、パーキンソン症候群みたいに。もうお年寄りの病気ですよね、パーキンソン病って。そういうふうにね、パーキンソン病みたいに、えー、なっちゃってるっていうことですね。はい、えー、まあね、少しでもね、こういう確率があるっていうことはね、あんまりよろしくないかと思いますよっていうのはね、 まあ、コロコロちゃん自体がね、あのー、死亡率がインフルエンザ以下なので、わ,わざわざね、って感じです。私にしてみれば。はい。別にね、コロコロちゃんになってもね、えー、ほとんどが無症状が軽いんですよね。っていうことは、まあ、インフルエンザよりもちょっと軽めっていうことだと思います。なのでね、えー、わざわざね、こういう、 えー、こういうことになる危険性を犯して、ワックワックすることに意義を見出せません、私は。はい。<laughs> そういうことです。で、私も今日パブコメね、えー、今日までなので、えー、パブコメしてきました。まあ皆さんしてない方はぜひどうぞ。私はね、えー、書き方をちょっと考えました。ちなみにね、えー、私が書いたのは、えー、イスラエルですね。イスラエルと、おー あれですね、えー、えー、イギリスですね。が、もう、あとアメリカのいくつかの州で、もうワクワクのパスポート発信になったんで、多分ねあ、これからどんどんそれに、あのー、追従する国がね、どんどん出てきて、えー、多分ね、あの、世界的にそういうふうになる傾向になってるので、えー、今はね、そう、急いでね、ワクワクのね、えー、パスポート作ったとしても、 無駄になるんじゃないかと <coughs>。ごめんなさいね。経費の無駄なんじゃないかと。そういうことを書きました。はい、えー、それまあね、えー、割と、あのー、感情的にならずに、えー、こういう世界でこういうことが起きてるんで、多分ワクワクのね、パスポート作っても無駄ですよって。多分そう、あのー、 イスラエルとね、イギリスなのでね、追従する国多くなりますから、これからね。なので、そういうことをね、やっぱり考えると、ちょっとお待ちになった方がよろしくありませんかということを書いて出しました。はい。皆さんもね、ぜひぜひ、あの、このパブコメ、えー、書いて出してください。はい。えー、ね、お願いいたします。それからですね、あのー、水槽船ですね、あのー、なんだっけ。 あの、ジュメさんところで言ってたね、水の質のね、え、汚染なんですけど、あれに関してはね、あのニュースは多分日本語で出てきません。はい、えー、彼女はね、英語圏の人なので、アメリカに住んでるので、多分英語で検索しないとあれ、あのニュース出てきませんね。私なんか、 あの、やってみ、日本語でやってみたんですけど、日本語では出てきませんでした。なので、あれは、あの、アメリカの報道なのでね、えー、申し訳ございませんけど、そういうことですね。はい。多分、あの、あれ、アメリカでだけ報道されてることなので、えー、あれに関しては、もう、しょうがないです。もうね、もう浄水器使うしかないですよね。はい。かも、簡単なことです。もう、水質汚染は、浄水器を使って、 で、え、水をきれいにしていただくという以外ありません。はい、えー、ね。なんでもいいと思いますよね。浄水器は、あの、そんなに、まあ、性能がいいものではね、あの、ゼロとかありますけどね。はい、あの、アメリカ国も使用してるね。はい、あの、浄水器。<laughs> それもありますけど、まあ、いろんな浄水器出てますから、自分の好きなものをね、えー、ごめんなさいね。<laughs> 選んだ方がいいと思います。 はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。